はいどうも、今回紹介するのは富士見の、70スープラですね。正直峠シリーズと中身変わらないんですが、ちょっとですね、まあお知らせも含めて、まあちょっと今回取り寄せました。ですね、今富士見の峠シリーズの、商品はですね、ほとんどが、生産されてないものが多いです。ほとんどです。で、まあちょっとずつは生産されてるやつもあるにはあるんですけど、ひょっとしたら、まあ、こう、ロゴが変わるのに合わせて、まあ、この富士見のね、ロゴが今新しいロゴに変わってってます。で、それに合わせて、多分中身変えることはないかな、峠シリーズだから。多分ちょっと定価が上がったりするんじゃないかなってことを思います。で、このインチアップディスクの方の70スープラなんですけども、こちらの方ですね、一応こちらの方はまだ普通に取り寄せできたんですが、今度ですね、4月だったかな、3月か、4月だったかと思うんですが、新商品の案内が来まして、その中にですね、70スープラ、インチアップディスクの新しい番号だったかな。で、発売されるっていうアナウンスが来ました。で、そちらの方なんですが、リアに、大きい門型のリアスポイラーがついて、定価がですね、2400円になるんだったかな。まぁ、ちょっとどうしても多分、この、このインチアップディスクの方、1600円。で、確か、峠シリーズの方がね、定価1000円。400円ではなかったかな ?1600 円だったかなと思うんですが、ということもあるんですが、かなり安いんですが、正直ね、多分ね、富士見さんもこれも厳しいんじゃないかなというふうに思うんです。で、多分そうやって部品追加して、で、まあ、定価がね、ちょっと上がったような感じになるんじゃないかなというふうに思います。で、そういうこともありましたので、まあ、今のうちにね、まあ、定価が安い方が欲しいっていう方もいらっしゃるかなと思いまして、まあ、とりあえず今回、取り寄せました。で、31の GTSR ですね、富士見の31の GTSR も、可変ウィングのエアロパーツかな ?3454 か。まぁ、あ、ちょっと、まぁいろいろありますけども、ブリスターフェンダーがついて、定価がね、ちょっと上がってっていう風になりましたけども、まぁ、一応70スープラの方もね、その31の時も、まぁ、ちょっと動画の方で紹介させていただきましたけども、まぁ、旧商品の方も欲しいっていう方もいらっしゃったんですが、残念ながらね、もうその時点ではもう、そのエアロパーツがついてっていう風しかなくなっちゃったので、ちょっと申し訳ないなというふうに思いましたので、あらかじめちょっと今回は早めに取り寄せておきました。で、まだね、組んでみたレビューをやってないんですが、70スープラね、乗ってたっていう割にはね、やってないんですけど、まあ、そのうちまた組もうと思ってます。70スープラに関しては。いろいろ思うところがいっぱいあるキットなんですけど、元70スープラ乗りとしてね。いろいろ気になるところはあるキットなんですが、またね、こちらの方はこちらの方で、そのうち組んでみようと思ってます。2.5R 化するか、ターボ A のまま組むかはまだちょっと決めてないですけど、まあ、いずれね、またこちらの方も紹介させてもらおうかなというふうに思いますんで、組んでみたの方はね。で、これ峠シリーズの方は、これと、いつものいつものって言うとあれですけど、峠シリーズの、80年代、90年代の走り屋っぽいステッカーのね、デカールがついて、値段確か変わらないか、そんな風です。で、ホイールは、どちらもノーマルの、この、3.0 ホイールしか、3.0 GT とか 3000cc のホイールしか付いてなくて、で、っていう風です。で、今ちょっと峠シリーズの方はないっていう話だったので、まあ、とりあえず今回ね、このインチアップディスクの方を取り寄せしたんですが、シャーシはいたシャーシです。で、ちょいちょい、これをターボ R にするにはどうしたらいいですかっていうふうに質問を受けたので、もう今回一緒に紹介、話します。ですね、まずターボ R と、3000、このターボ A の、まあ一番の違いとしては、このターボ A が設定されていたのは、設定されているのは中期型と呼ばれるモデルです。70スープラ大きく分けて前期、中期、後期っていうふうに分かれるんですが、前期型が、タミヤの70スープラですね。あれを思い浮かべてもらえばいいと思います。ここの鼻がないやつです。で、中期になって、いわゆるこの鼻付きって言われるようになりました。で、後期型になって、ここの先端の尻尾焼きのスープラエンブレムが、トヨタマークのT マークのね、この楕円をいくつも重ねたような、あのマークに変わります。で、ターボ A と、2.5R の違いなんですが、まあ、このターボ A ダクト、これはターボ A にしか付いてないやつなので、これはまあ、とりあえず埋めてもらうと。で、こちらのフロントのノーズのこの、
まあ、この富士見の70スープラの場合ですけど、こちらをこう埋めてもらってトヨタマークを貼ってもらえればいいかなというふうに思います。で、 2.5R とは大きな違いとしてはまあそんなにないんですけど、ここのリップスポイラーは 2.5R だけ3つ穴が開いた、片方に3つ穴が開いたリップスポイラーに切り替わります。で、あと、サイドモールの色が、ですね、ターボ A とかだとね、確かボディ同色とかだったりとか、で、2.5GT リミテッドだと、シルバーだったりとかするんですけど、2.5 ツインターボ R は、一番近いのはタミヤのライトガンメタルみたいな色です。缶スプレーの方ね、ライトガンメタルみたいな色です。で、あと、外観の違いとしてはそんなにないです。あと違うところとしては、ホイールがね、まあ、これ、もう中期のホイールで、もう後期型にはもうこのホイールはないんですけども、5本スポークのね、やつなんですけど、2.5R だけはガンメタのホイールになります。他のグレードは、シルバーのホイールなんですけどね。あ、違うわ、これ、あれだ。1G の2リッターのワイドボディの方もこんな感じのホイールだったと思います。で、あと、内装。シートがですね、まあ、この、入ってるやつは、ま、共通のね、板シャーシ共通のこのシートなんですが、内装が、ですね、フロントシート2脚が純正レカロに、まあ、レカロシートに変わります。まあ、一番近いのが、富士見の Z31 のシートとか、あとは、青島の、あれ何についてたかな。Y31、とかに、あ、Y さんじゃないかな、Y さん丸だったかな、どっちかについてる、シートが形状としては一番近いんじゃないかなと思います。で、実はリアシートの形状も、このモールドされてる形状とは若干違うんですよ。若干違うんですが、これに関しては、まあ、カタログの方を見てもらってもね、カタログ全然見えません。ですね、これ一回、ボコボコボコを埋めちゃってから掘り直してっていう必要が出てくるので、あ、シートごめんなさい、ありましたね。失礼しました。シートは 3.0GT の、シートがありましたね。なので、2.5R にしようとすると、いろいろ大変です。ステアリングホイールはこれのままでいいです。ターボ A と同じ、ほぼ同じデザインで、ここポコって外すと、桃捨てがついてるんですけども、そんなもんの違いです。で、一番近いのは 3.0 ターボ A 以外のやつを作りたいという方は、フロントのここは埋めてもらって、まあ埋めて、2.5 の、リミテッド。リミテッドだったらシート、これと同じ形状だったと思います。なので、そういう風にですね、結構細かい違いがあるので、まあその辺はね、どこまでこだわるかっていうこともあるんですが、ちょいちょい聞かれましたので、まあじゃあ今回ちょっとそのついでにっていうのもあれですけど、そういう違いがありますよということでお話をさせていただきました。はい。まあまた、70スープラはね、組みたいと思いながらなかなか組めてないんですが、そのうちねまたやろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。なので、あ、そう。なので、そのリアスポイラーいらないよ、定価安い方が欲しいよという方はお早めに、お問い合わせの方をください。ご視聴いただきありがとうございました。